さあ今回はアップデートがやってきたので恒例のねソウルストーンサバイバーズやっていこうと思うんですけど、今回はね2周年になりまして、また新キャラが来たと。ただ浮上の聖堂で異端の儀式をまあ妨害クリアしないといけないんで、まあ直近のね新キャラ悪魔ハンターでちょっと行ってこようかなと思いまして、こっちねあんまりやってない方ですね。しかも一番最後か。これはね取ったスキルが消えてくんですよね。いけるかな。最初これはいいのかな。儀式妨害です。いきましょう。戦いはね結構短かったんじゃないかな。さあ強化できてますからね。なんならこれ能力いらないんじゃないかね、特定のやつだけで、あるいはもうなしでいっちゃえばいけるんじゃないか。さあ2体いますね。ここはそのまま勝っちゃって、おっと、これだけで勝てれば別にいいんだもんねそれはきついか。いやいけるいける。持ち上げるか。技ね、しょうもないの取ります。多分取らないであろうものを取ろう。能力は何でもいいというか、で上げればいいですからね。チャクラム、しょぼめの技、今持ってるものの基準を上げていく。ここでいいんじゃないかな。回すか。よし、技増やしはしましたね。んー、ハートブレイクオーブ、お、発射体の各スキルにつき発射タイプじゃないスキルが強化と。2つですかね。バリスタかな。ちょっと1個完成だいぶ弱そうだけど、まずはこれでいいのよ。適当にいいのと、あーでもここが破滅かな。何戦あるんだっけ。朝味方います。あとちょっと狭いよね。ああいう範囲攻撃はきついな。クリティカル攻撃で一定確率破滅。クリティカルは現在 52% ありますね。じゃあ上げたいですけどね。よりないか。終わったか。終わったよね。で、次の戦いです。で初期のやつもなくなってますね。さあカオスエネルギー注入してたさ、変化させるダメージが上がる。シャイルテレクス防御力上がるけど移動速度めっちゃ下がる。これっしょ。で技取り直しでちょっとカオスで行ってみる。これカオス、ここ混沌だね。目標の方向に、これどんな技だっけ。クールダウンは 2.8 か。まあ長いっすね。そうね、ちょっと次考えたくない。技を全部埋めないといけないの。ちょ、ゴミみたいな技入れよう今あークロマティックかな。あれ強いと思うんですけど、あーちょっと影入れすぎるのよくないな。影強い。サプライゲームスなんか福袋みたいになってます。いい意味ではないよねこの言い方だと足遅っ。
まあ上げればいいし、まあダッシュありますから、ダッシュの距離伸ばせばよかったかな。そうすれば全然デメリットなく、まあそれ取る前提のやつでどうかなと思いますけど。マルチ、足ちょっと上げますね。影タイプのスキルにつき影じゃないスキルが向上。光ってるやつがそうだね。影タイプスキルはそして強化。さあ新キャラ海賊ね、気になるよね。スケルトンとか海賊系じゃない？召喚かな。今一応このキャラも前回召喚で最後使ってるんで、召喚なのかなとも思いつつ、でルーンはねもうすごいね、汎用的なやつ持ってきたんで、既存ルーンだけで動くようなルーン構成なんで、別にどのスキルでも OK ですね。まあそれかな。仲間の召喚が重要だと思うんですけど、ここにいないといけないんだよね。もうありますけどね。何戦あったっけ。影めっちゃ残しといたんで、そこでね攻めれると思う。だからこれ最初あれだよね、初期スキル持ってっちゃダメだよね。その持ってかない、最初から選ぶってやつがあるんで、それ行くのも全然ありだ。あちゃあちゃあちゃ、痛い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 。あの闇ロインめっちゃ強いんだけど、あもういたんだね。こいつ超強いんだけど、出る頃には終わっちゃうのかな。であと2戦だ。次も捨て気味でいこう。ダメージボーナス、発動頻度、最大 HP、 HP よ。弓系でいきますか。まあでもこれ、まあ、発射体だね。どんだけある。あとあのない、ないかもしんないもうないかもしんない。あります。まあ、エッグシューター。めまい状態。爆風が多いかな。混沌残ってますね。あ、でも使わんでもいけるかな。出血。発射体。あ、今、アロあったな。これ、これ使おう。ちょっと強め、さっきよりは。最後に一番強いビルド持っていきたいんですけど、ありますかね。ツインインパクト、これいけると思う。さあさあさあ召喚しよう。逆にいらんか別に。痛い痛い痛い、やばいね。血が強すぎるよ。足がねもう毎回ゼロになってるから、マイナスの効果だけ引きついてるんで、上げてない今回特に遅いね。やばい、痛い痛い。でも硬いから、あれが最後か。でもこれ以上速はできないね。バニッシュって今意味あんのかな。ちょっと一人で見るか。いや次に意味がないとね、する
価値がないんですけど。なんか召喚されてんなの感じ。よし、倒した。次本番、次本番。ナイス、悪魔。ここで最終戦ね。HP 下がるけどダメージ発動頻度。いや、発動頻度よ、そのまま。影を取ります、シャドーボルト。スケルトンメージか。ちょっと違うな。まあ、回せますからね。オプスキュアアロー。ウォーリアーねー。ちょっとめっちゃ回してますけど、もうちょい行ってもよかったか。全然あります、ね、技余ってるくらい。なんならまあいいのがないんですけど全然。アーチャーチャー、ナイスナイスナイス。アシャドウスパイク OK。 もうあとは何でもいいかな統一した方が良かったですけど、絶対ね。全然影なかったし。影タイプのスケアツオで爆弾タイプ、まあ、これしかないんですけど。発射体、あこっちの方がいいかな。あれも影タイプだけどいいんですかちなみにそこは聞いときたいですが。ダークスオープ、ランダムに移動する暗黒の発射体、方向素質は破滅ね、必要です。発動頻度、クリティカル、シャドウボルト、アダッシュ海水ね、足が遅いんでね、致命的に遅いんでびっくりしますから今。狭いよけどか。さっき切ったやつは出てないですね。で早めにバニッシュしてみようか。やばい、危ない危ない危ない。さあ、ここであと1体か。いけますいけます。もう基本何もない時は破滅を取ればね、今回は大丈夫、影なんで。ああまだいたのか。よし、クリアでしょう。で戦うんだっけこいつと。異端者ムタエウス。だ最後ビルドこれ効くよね。そうだね。で悪魔召喚、このビルドまだマシですから強さが。いや、それ悪魔がいるんだけど、貝がでかすぎるから裏側からなら OK。 引っ張られるやつか。止まってます。あ、やばいやばいやばい。あ、第2フェーズね。あ、うちの悪魔いないんですけどきついなそれ。いないよね、悪魔だけ置いてこ、置いてくる羽目になったか。悪魔持ち込み禁止でしたね。爆発の、まあ、2つか。
万全って言われても万全じゃないよな。最後もっと、おっと終わったね。よし、ありそうな感じで終わったね。さあ勝利経験値はどんなもん。まあそんなもんか。ちょっと再構築しよう。こうじゃなくてスタートをこれね、なしにしよう。こうした方がいいね。でクリティカル生かしてました。召喚力はちょっと持ってなかったね。例えばなんですけど、あ、スキルスロットが減るやつか。あ、でも、これいいんじゃない？もう少なめで強く。これよ。あ、新しく置いてない？スキル釣り、新キャラか、あ、でも4個あるね。じゃあ、誰なんだろう。普通3個なんですけど、スキル釣りになってるな。あ、でも船長だ。あ、船長は4個持ってんの？あ、ミルミドン。ミルミドンまだ行ってなかったんだ。さあ、今、影ですね。出血にしたろうかな。そして船長のためにはこの次です。つまりアルンドーですよね。スキル減らして強くしてボコボコにして、クリティカル、まあクリティカルでいいか。あ、上積みが全然できないから厳しいかなと思うんですけど、異端の儀式、エリート深淵ハンターだけがこの試練に立ち向かうことができる。強さがわからん。行ってみます。シラプネル使っちゃダメですね。4個しかないんで高速弾幕どうかな。まあ、つったろ。あ、これ1個でいくのかいや致命的な気がする。弾丸をスタックして弾丸がダメージ、攻撃頻度かかってくるよと。まあいけるか。きちいきちいな。爆風系がいいかな。爆弾またちょっと違うんだよ。この爆風1回目はマジで勝てればいい。本当に弱めで勝てればいいと。出血だね。あー、ついんや、まだ早くないっすか。シナジア一番いいですけど、シャドウ部にしよう。あ、ここはそんな頑張らんでもいけるはずね。そうじゃないと困ります。ウサギか不安定すぎない、うちの今ビルド狂ってると思うんですけど。こいつのスペシャルのこの悪魔が超使いづらいっすね。で今相手何もバニッシュしてない、何を取るか分かってないので、まあ、できない。これあれまでいらんかな。生存系でいくまでもダメージを分で上げてきてるんで、そこは問題ではないと思うな。よし、いいよ。あ、そっか、それも減るわけだ。そらそうか。いやー、でもクリティカルダメージ、ダメージ、クリティカルダメージかな。率 61% ありますね。さあ、トラップではないね。
まず、シュラプネルショット。出血、あー、ちょっと待ってね。こっちかな。で、シュラプネルボム。出血のサックのしたダメージ。これ重要。出血にできる技を増やしていく。できる限り攻撃回数が多いやつが多い。まあ、1点に早いから入れようか。シュラプネルショット。5.5 ちょっと長い気がするんですけどね。まあ、他はまあこれ。で超出血ビルド。能力としては出血関係のものがバニッシュしていけば、こういうのをバニッシュしていけば、マルチャーいいですね。あ、いいですね、マルチね。で、一定確率出血、25% で出血。この数が重要です。いくら出血がつけられるか。シュラプネルボム、こちらですね。出血サックスのお茶ダメージ、これは重要ですと。で、範囲出血ダメージなのかな、なんかちょっと違う気もするんですけど、出血は届く。なんで逆がいいな。できたら毒になったら毒まあ、硬くはなってますけど、ちょっと足速くしておきましょう。意識が、ああ、消しちゃったね。マルチ。危なそう。よしよしよし。ちゃんとスタッカー乗れば瞬で敵は解けます。一応信じてあれあげて、あ、範囲、あ、シャーペルモーリアロックしましょうか。ここは超重要ね。しっかりと上げていく。よし、まずは撃破。シャペルのダメージ、今出血咲くことに67ダメージ、下中にダメージ。ムタイウス再び君しかいないのよ。で、裏から攻めれば OK で、まあどうせね、すぐこいつね、異世界に逃げますから。あ、出た。離れれば大丈夫かな。あ、っぽいか、っぽいね。異世界行かずに倒せんじゃないこれね。結局ね移動方向が限定されつつの戦いだ。出血今600と溜まってます。600、800、
4500、もう数に悩みようかというくらいの出血量。終わりだ。終わった。さあこれぞ出血。で来たね、キャプテン。大変だったぞキャプテン。よし、1から食べどんだけこれかかるんだろう、キャプテンまでめっちゃかかりそう。キャプテン、なんか船長、呪われた船長。弾丸なんだね、弾丸呪いか。弾丸はスキル発動すると弾丸持ってるね、スタック消費してマルチ発動で、呪いは20スタック消費して自分のために戦う幽霊の触手を召喚。ほうほうほう、なるほど、呪いね、面白いですね。技、これ何系？爆風前方、爆風前方。まあ、とりあえず武器はね1個ずつね、レベル上げないといけないですから極めていこうかなと。さあ、キャプテンルーンですね。何、ちなみに、クリティカルダメージ、経験値、クリティカル率、60、まあ60スキルまだならいい。略奪ショット、呪い、弾丸、まあ弾丸いけるね。どっか弾丸あってよ確か。弾丸10発の確率、弾丸を1スタック獲得する。まあこれっしょ。なんか爆風いってもいいんですけど、混沌獲得適正、弾丸スタック5消費すると5秒間ダメージボーナス。あ、こういうのでいいね。弾丸その人ですよ。あと何がいいかな。あと今んとこ何もイメージができてないんで、エレメンタルフローとか入れとく。めっちゃ余ってますポイント。これかな、ボス出すっけな。出すならこれや、これいいや。さあでは行きます、普通の戦いね。同時に出すやつこれだっけ。2階の柱倒したやつが残って鬱陶しいやつね、これだ。これとこれと、いやちきってましたね。これでいきましょう。回復ちょっと上げるか、ちょ細かいとこで調整させてもらって。50いきます。さあまずキャプテン1ね、来ました、やっと。略奪ショットと爆薬バースト。弾丸が必要、ヒットした敵の数でダメージ与える。弾丸を発射して、で弾丸が必要、必要っていうのは。ちょっと止まってみるか。触手、ちょ一回見ますね。爆薬か。弾丸を20スタック消費して5回発射する。他のスキルが弾丸を消費することはない。ああ、弾丸いくら詰めるかみたいな感じなんだ。なるほどね。これちょっと面白いんじゃないの。最終的に DPS 期待ね。弾丸を安くしたの大きいのか。スキル発動で 10% で弾丸獲得なんで、まあ、弾丸獲得できるもんがいいよね。長いのは良くないよね。でも 0.2 秒ごとに、あら、これはいいわ、いいのか。撃ってからで、呪いは多分さ、レベル上げないと出てこないと思うんで、効果範囲ね、当たれば。
で、上についてる右のやつが弾丸で、これが溜まることが重要と。辛そう。だこれが高速で溜まればいいんだよね、20。1秒20溜まっても後期頻度は1秒1回っていう、そんな早くないことになるわけで。弾丸なんてさ、あんま見覚えがないんですけど。めちゃ回してる今。出血でもないし。あと早い攻撃するとかね、器用さ、マルチか。マルチはありな気はするけど。一旦入れます。あの鎖のやつだよね、時折出てる。おお、まあマルチ上げとくか。強いんか。呪い獲得。呪いは略奪ショットでも出るわけで、略奪ショットの成長こそが重要かな。これスキル枠増やす方が良かったかもね。弾丸がもうないぞ。もうないんですか。あ、弾丸あった。まあ何だか取るしかないね。マルチかな。弾丸あったあった。ロックできますか。ちょっと欲しいね。ここ入れ替えると。よし、もうなきゃここで OK だね。これだいぶ出るんじゃない。これでこの回転を弾丸の獲得で回ってるわけでしょ。ちょっと一応まだ残しつつやってみるか。クールダウンが重要だよね。切る頻度が早ければ早いほどマシになると。効果範囲ってみるか。ちょっと、まあ、結構出てると思うんですよ、さっきより全然ね。なさそうかな。どうしようかな。当てる。火力系がないんです今。どう倒そうかなみたいな。ここね、マルチね。こいつはイライラダメージ上がってるはずなんですけど、それでこれなんでなかなかやばいっすね。多分ないや。やっと倒せるよというとこで。辛かったよ。ちゃんと倒してから次のカウント始まるんだね。助かる。
出血別に見ないしな。ね。ありますが。まあ、休めるか。かといってなんか、消すほどでもな。出てはいるけど、ヒットした数、敵の数によってダメージ与えるでしょ？ホール獲得で爆薬。ターゲットごとダメージが 10% 上がる。どうすればいいんだろう。もうちょいリロールしてもいいかな。まあしてますけどね。それはいいね。クールダウンをバカ早くしないと6点ね。長いですから全体的に。あ、マルチこれちょっと軸だよね。これが始まんないとさ、他が進まない、ね、それだいぶマシになったと思いますかね。毒バニッシュ170か。ちょっとどれもいらないっていうところで、つけようか。まあ、この技生かすためにてか、まあ、これ以外変に入れるともうこれはほぼ発動しなくなると思うんで、内容的にはいいと思うんですけど、どんだけダメージ出してくれるかね。これ超重要よ。さっきでだいぶマシかな。なんとかなってますか。防御ブロック受けため 25% 減、 27.5% で攻撃ブロック、ブロック、あースキルクリティカルめっちゃ上がってますね。クリティカルが出てくれればいいんですが、あと1秒一発くらい出てますかね。この触手もね結構強いんじゃないのと。触手にもねこう弾薬が弾丸かいくんですが、まああいつに行ってもしゃあないね。こっちに来るって感じで、おいいね、マルチ5回も欲しいね。いや、これでいいです。出血ビルドならね、ありかなって。まあでもないよ。即座にはいらない。出血も与えてますけど、さっき1500に比べればね、この数で100、200とかしかいってないんで、大したものではないですね。この爆薬バースト以外の武器に関しては、発動頻度と、マルチを高めて、もうこれいらない。あ、交換位とか、まあこれもありはありかな。極力ダメージはこの爆薬バーストでいけるようにもう特化してます。まあそういうの9レベルですけどね。略奪ちょっとね、レンジ、あ、こっちがそうか、こっちだと思ってた。炎上に出るやつある、そんな。
と、まあもう結果で数字で見ましょう最後に。わからんどれかがわからん。地道に上げるか体力。さあちょっと移動してね、資源も集めつつ。あの職種も DPS 出るよね。結構やってる気がするけどな。どうでしょう。マシェ。あ、行くか。あ、さあ今のやつか。範囲系、そうだ、範囲系だもん。自分を起点にやってもらった方がいいのかな。逃げてますけど、中心で受けるみたいな。耐えらんないわそれは。与えれてはいますけど、これ15分くらいいく。これ最終じゃないからね。1300ダメージ、ターゲットごとダメージ 10% アップ。こっちかな。1613火力はねすごいね、間違いなく高いんですけど、他もまあ出ますけど、さらに上がっていくよってことで、いいね、すべて。やっとかやっと倒した。弾丸そんなスンとは増えないね。弾丸高速回転ができればいいんですけど、死にそうなんだけど。いやーまあ50結構敵強いですけどね。50は体力めっちゃ上がってますし、にしてもじゃないかな。まあでもこっからか、求めすぎかな。40回でよかったかもしれないね、この程度のキャラだと。戦場風情では召喚したキャラが召喚、あでも死ぬ死ぬ死ぬ、なんでなんでこんな死にかけてんの。まあいろいろ受けてるか。いや雑魚で死んでるようじゃダメじゃない、もう。
たぞ。さあ倒せるでしょうか。まあ、死ぬことはできます。あと2回だ。死ぬにしてもまあでも与えれてはいい。まあここ火力上がるんでね、多いうちにまとめて削っておきたいね。怖いよ。一人船長一人船長頑張る。まあ、例えばこのあバースト増やせないか。これ増やせるよね、取り方によっては。あれいっぱい用意して1個のやつで弾薬めっちゃゲットしてもうぶっ放すみたいな。まあ、相当1個のスキルに依存することになるけど。倒せます、倒せます。ボスの方がイージーまであるかな。よし、倒せ倒せ倒せ。よし、さあどれなのって話ですよ。問題は13分。まあでも一応これ時間内に倒したね。いや、いけないけど、死ぬ死ぬ死ぬ、死んでます。あー、爆薬バーストか。 107M1 億 1M100 万ですからね。DPS は、13万2000か。まあ、やっぱ一番強い。だこれを生かすためのそれ以外って感じになっちゃってますよね。呪いはまあそんなもんか。だから強いは強いね。強いですけど、もっと範囲必要だったと思う。ちょっと途中ね、あんま上げたけど、もっと上げれるようにするべきだったかなと。まあまあ、まだね、いますから。これ船長第一なんで、船長第二です。足んないんですけど、凍った率ね。じゃあ船長第3からいきますか。凍った率いきましょう、じゃあ。その上で。でスキルついて船長をね、爆上げできるんで、船長強化の前ですよ。呪われた船長は一時的に幽霊船を召喚できる宝物を発見し回収できると、大幅にセダスが上昇。自分が強くなるんだ。そういう系ね。あ、幽霊船ダメージであるわ。あれ幽霊船も上がります。幽霊船を召喚中に得るダメージボーナスが増える。探す時間減る。あ、こういうの行こうか。自分を弱せダメージ軽減が2増加するが攻撃速度が4。今度しょぼいしょぼいしょぼい。困ってます。お、鉱石量増えますね。あと何ポイント？ 5 ポイントか。幽霊船の攻撃速度とかあるけど幽霊船行くか。でルーン回考えましょうか。まず3個目だと目標の方向にキャノンを放ち出血および方向喪失呪いね。でスキルリストどうですか。来てます。自分のダメージが増加し他の自分の他の全てのスキルを一時的に弱体化状態にする。自分のスキルを弱体化状態にするがつくってことですか。火薬箱、出血もありますね。気絶および出血状態にする。これ出血系だね。ああ、これ強いよ。もう完成形だ。もう上げちゃおうか。なんなら上げちゃうことはできないか。上げちゃうの全部開けてからだっけ。まあこれは全然ありですね。出血ね。さあ第2船長、船長出血方向阻止呪い、出血呪い。出血はね一番火力が出るビルドだと思ってて、これに勝るものってないかなって思うんですよね。価値格です。つまりで船はどうやって出るんだ。36秒ごとに出てくる。はいはい、まあ、とりあえずそれ待つか。まあ、一旦出血を取っていこう。
こんなんあったっけ前。知らない子がいますね。私の出血ライブラリーないです。強くないだってこれ。いいじゃない、全体上げてきゃいいのよ。とりあえず船が呼んでる。野郎ども出航だ、行くぞ。スケルトンアーチャーとかあの辺気になるけどな。このキャラですね、このキャラです、この感じ。ここで始まったようですか。まあ、シラプネル行くか。あ、いるぞいるぞあそこに。おーい。みんな、ウソっぴなやってるけど。置いてかないでくれよ。船長置いてかれてるんですけど。来たね。気絶出血状態。まあまあ、取りましょう。新船長ビルだよこれは。どうしよう、一旦ちょっと前提かな。シラプネルショットないかもしんない。シラプネルの席ないかもしんない。とりあえずこれシラプネルボムね。もう一個だってあるよね。ケードはいらないな。体力少な、133しかないんですけど。味方に置いてかれるし体力は低いし、まあイレセアナは動いて攻撃してくれるんでね。でも自由だね、だいぶね動きが。来た来た、これ、ああこれか、これはでもいらない方だね。もう一個あったよね。おっしゃっぺもマルチ、これ最高っす。もうない、まあ、ちょっとまだま、ね、待ちますが。爆弾タイプ出れば、ああまあそろそろいいわ、なんでもいいわ。薄くしよう。お、移りタイプダメージですね。ロックしますよこれ。体力ひどすぎるんで。破滅バニッシュ、お、まあそれでいいか。お、呼んでるぞ仲間が。お前倒しなかった、仲間呼んでるな、すぐ行っちゃうぜ。よし、これ今じゃないか。危ねえ、騙されたことだった。消えないよね、ボス戦の時にしよう。待っててくれよなと。これも行きたいかな。まあ行ってもいいか。出血が一番間違いない。出血に落ちるダメージなんで。回しちゃって防御いらないかな。毒もいらないかな。出血。400体倒したら行くか。もうちょいっすね。幽霊船があれ見えちょっとな。そんないっぱい出んしな。こいつが大船長でね、幽霊船がね、10機とか出んなら別ですけど。行きます行きます、ちょっと。寄り道しましたね。行くぞ野郎ども。敵が出てきたぞ。
多いね。ほぼ全てのマルチが上がります。これが船長の力よ。いいね。もういいわ。出んでしょ多分。出血出血。まあクリティカルかな。爆発タイプの効果範囲いいね。船まだいる？いないような。素材集めに来たんだよね。それが移動した方がいいか。どこにあるかわからないので今取ったね。まあ適当にぶっ壊せるのが一番いいんですけど、狙うことなく。お、仲間が呼んでるぞ。行かないと。足が遅すぎる。これ呼んだよね。これ呼んでないっけ。あ、いた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 。そして痛い。爆風が1個しかないな。よし、いいんじゃない今の開け方ね。ガソリンの全体で上げていく。いや、これ船長らしくなったんじゃないの。召喚ビルの召喚多分1個くらい多分武器あるよね。さすがにスケルトンウォーリア率いてさ、大航海に出ようよ。あの船はなんかどうですか。前回のさっき、前回というかさっき使ったキャラだと悪魔が出てくるっていうのが特殊な効果なわけですけど、まあ、同じような出し方だよね。そこにいて出すっていうのは。悪魔の方はすんごい体力あるんで、ヘイトを買ってくれるわけです。まあ、ボス戦の時にね、代わりにダメージ受けてくれてましたけど、そういう感じでいけるんで、そこと比べるとどうなんだろうっていうのあるよね。それも火力があるのかどうか。ちょうどいいちょうどいい。なんか多分出すタイミングがいいからだろうね。同じタイミングで出てくるね。血さえ乗れば余裕なのよ。足と体力が欲しかったね。
足、まあどっちか。火力はただすごいよ。足早さも出てますけど、まあ、一発でねグンって上げて取らない方が楽ですから。で取らずに来ちゃったね、ずっと。さあ武器の分出るかな。このマップ全然やってないね。ここね、この赤いサークルのとことか、ここであのボスたちを倒すと最後ね、なんかギミックみたいなのがあって、なんかそういう期間限定のイベントの時に追加されてそれが残ってるんですけど、あ、さっき取ってなかったか。雑席出して放置してた。さあどれが強い、結構上げてよこれ。もう足めっちゃいいですよ。呪いの技が増え、呪いで行ってみてもいいかもね。いっぱい呪いでいっぱい足、召喚数召喚強化とかあれ効くのかな。上限とかなさそうじゃない、別にね、いっぱい出せばいっぱいいてカウントされて強化みたいな。あれ自体が強いかっていうと、ね、さっきのダメージ見る限りちょっと弱かったかな。お、爆発タイプ、爆弾タイプのスキルで斬撃タイプ発動。ラスト1体かな、終わりです。さあ火力はねご覧の通り素晴らしい。まあでも最終戦と同じだね。こいつを解放するための戦いの最終戦と同じで出血でいってると。よし50レベル、70、あ50はいったよね。70いったわ、実績の方で。さあこれも当然強い出血ね。足りないね。どうしよう。サメ無防備ファーフォーフォームね。呪い破壊、自分のクリティカル値に応じてダメージが上がる。うわ面白そうね、それはね。適正クリティカルか、適正は。そうね、めまいのスタックスに落ちたダメージ。あ、スタックス落ちたダメージきましたね。クリティカル落ちたダメージも面白いな。こっちか。クリティカル率。どんなもんだ、1倍ってこと？クリティカルで変わっていくんですかね。悩む。サファイア足りないんですけど。まとめチョコ行かないといけないね。こっち行けるしな。めまいか、ちょっと長めだね技がね。発射体めまい、発射体発射、魔法物理一つで、これクリティカル率じゃなくて上がらない、クリティカルで、あクリティカル率か。フォームでもいいのかな。その両方気になりますが、こちらかな。まあ、まだこれいけてないですね。で、めまいか。またさらに検討しよう。スキル発動すると 10% の確定呪いを1スタック獲得、召喚中の触手につき追加クリティカル。これクリティカルキャラなんだね。そうか。あ、フォームだ。マルチ。あ、間違えた。あ、ここかな。よしよしよし、いきますか。ちょっと 2個目だけ捨ててます。捨てるかね、取れないんで。これでアルーンだね。
まあでもフォーム、あでもしょ、そっか、呪い、呪いか。25%追加クリティカルダメージ。職種をいくら出せるかゲームになっちゃうね。これ、いやでもこれ欲しいよな。いつ捨てるか。ここでじゃあ行ってみます。また同じとこね。これ長いよな。これだと長いよね。クルダン長いの結構きついんですよね。職種頑張ってもらって、防御は捨てる。ヒントヒント、足はでもちょっと今回でもちょっと早くない、さっきより。フレだフレだ、ここで受け取らないんだよね。他にいろいろ戦ってくれるのが船長、今回はめまいにするっていうのが重要な。弱体化じゃないんだな。めまい、ああこれだ、フラグショット、まあ、発射体系のでいかないといけないから、まあここは OK。まあ、いいのがあるなら他から追加してこないといけないね。フラグショットマルチ、いかにめまいが取れるか。器用さ、器用さは関係ない。じゃ回してますけど、さあと3枠あるよ。全然使えてないけど、一旦これ取るか。ちょっとなくないですかっていうところで、このまま行くと何も起こらないな。ないですもんね、そもそも。めまいのスタックだもんね。困ってます。使い切っちゃった。オッケー船長、オッケーオッケーオッケー。そこ上げ、もうこの特定のとこ上げていくしかないか。いや特定のとこ2つしかないんですけど、だいぶ早いね。十分早い、十分早い。これいけるかな。呪い欲しいから、呪いにしよっかな。これ別にいらないよ。一旦何も取らないのあって取ったけど、
まあ、呪い何でも 10% 出るは出るんですもんね。いかに出せるか。倒せないことはないかもしれない。まあ、全ね、まだ強くなりますから。さっきの出血ほどのぶっ壊れはないね。ただの。ちょいろいろ、あ、めまいあった。ナイス。危ねえ。危ねえ危ねえ。両方取ろう。エッグシューターね。高級めまいって乗んなかったっけ、そもそも。なんだっけ。ここどっちかはありそうだよね。まあそこで全然行くっていうのも手なんだね。ないんで。内助は取れるものを取って。スキル発動がトリガーになってるから基本的に長いんでね、全部そんなすぐ呪いがたまるものじゃないですね。 5秒とか早いやつは大体1秒から始まってしまうからね。 1. 何秒とかもういらんか。まあ一応まだ見るか。範囲も欲しいな。あーそれも欲しいな。これで。ああなったらおしまいよ。いくらってブロック足んないね。まあまあ使えないよりいいですから。リロールも使っていいかもね。揃ったし。一回なくなってたよね。今ちょっと補充入ったんで。衰弱。ないね。呪い。呪いに応じたダメージでしょ。いや、食事に応じたダメージなら分かる。その食種の数に応じたダメージ上がるとかなら。まだあるかなって思うんですけど、ストームアローしかない削れんの。まあ一応いいか。いきます。いやいやいや、危ない危ない。呪いいっぱい出るんで回数も早いからね。あらいいじゃない。おーショック。あら、あーまあもう OK、 もうこれロックしちゃいましょう。ね、いやー安定しましたね。あ、ちょっと上げますか。これが新しい技ね。王子タがそんなにだと思うんですけど、さこと70ね。マックス20でしょ。上振れはしないでしょ。だって20で発動しちゃうから。このちょくちょくは20スタックしかないのでのやつがあったりするから、どうしてほしいんだろうね。いや20点って20スタックじゃな。出血1000スタックをダメにしますからね。まあ、呪いとかでいったらいいかなと思うんですが、まあまあ、いっぱいいるんかな、うちのね、かわいいかわいい職種たちは。いっぱいいますね。
りないくらいさ。これがどんな発想してるかわかんない。これか。数出してくれればわかるんですけど。頻度ってまあ随分早いですけど、一番いらないまでありますけど、早いんで。シンプルダメージ。めまい一応百何十スタッカーいってます。それかけ30ダメージぐらいってこと。頑張っていきましょう。素材集めも兼ねてますから、まあでもしばらくここ行かないとね、後半の素材ってほぼないと思うんですよ。新しいキャラで一旦序盤のキャラ、序盤のステージでやってね、進んでいく感じしてるんで。のダメージでいいですよね。これスタッカーあたり、31、さっき26とかだったと思うんで、まあ、ベースも上がってますから、そこやめてほしいわ。角じゃん。よし。あ、船の DPS さっき見てなかったね。それはお前船ダメージか。そう、頑張ってるかもしれないもんね。どうだろうか与えれる精一杯与えてるけど、あ、これじゃあクリスタルの色であるんでね、赤、青、緑、紫でいく。やんないですけどよし、行ったれ。やべ、ボス戦の間にもう一回出ちゃった。ブロッカー中途半端だとお祈りなんですけど、極限まで上げる能力とか使ってね、上げていけばスキルとかか、80% カットとかいくんで、あんま食らなくなります、そこまでいくと。当然ダメージは霊的バーサーとして、異界の支配2レベルで、どんなもいくんだろう。爆弾も1レベルしかないんですけど、格差がすごいね。
ブロックだ。危ねえ。ちょっと詰まっちゃうと危ないんですが、うまく細かく逃げつつ。さあ、どんなもんいけてる？もうちょいだね、でもね。これも発動だけしときたいな。あ、今取れてないか。あいつに合わせて今ダッシュしたんですけど。いや、危険な動きをしないといけないよ。よし、倒したね。まあまあまあ、さっきもこんなもんじゃなかった。ああ、そうね。よし、行きます。まあ、レディバーストで、フラグショットは、まあ、両方結構上げれてるから、そこで。エッグシューター。呪いの銃撃ではないんだね。竜影戦、あ、でも結構出てはいるね。この1レベルの火薬だるより上で。呪いが、これね、乗るまでも行ってはいるのか。でも、その中にしたら下だね。ずっとあった中では下になっちゃうのか。はあ、なるほど。まあ自分が強くなるからね、触手の数で。最大7点って書いてあるわ。あ、じゃあまあマックス7か。で、追加クリティカルが掛けで 4×7 になるのか。ああ、28か。そんなじゃないですか。うまく使うレベルかちょっと難しいところですね。さあ、いけますけど、まずこれであ、まだないかな。こういうキャラでいうとこの、あ、これまた別か。そう、ここアーティファクトパワーね。アップグレード今あった。あ、ありますあります。シャンクスありました。まず1個行ってみたいけど、サメ、でもサメか。クリティカル率はでも、ね、普遍的なんで行きやすいかな。ここだね。これ抜いていこうか。クリティカル系。これあってもなくても、まあでもクリティカルダメージか。あってもいいね。4ですか。この辺死ぬほど持ってるんで、これ上げきれないですね。こっちは上げれるけど、ちょっとあんまないか。ダルザーグの洞窟。この辺なら上げれる。全然持ってます。これ上げよう。いや、とりあえずアーティファクトパイが何かですね。あー、でも、あー、来た来た、よかった。危ねえ。もうないですけど。幽霊船員。幽霊、あ、やっぱりそうね。やっと船員が来ました。幽霊船員的にダメージ与えますよと。どうやって出ていくんだろう。まあこれさっきのキャラクターもほぼ同じなもんですけど、これね、すぐか悪魔将、これ結構打ってました。こんな感じで出せるよと。そこがね、呪われた船長新キャラ、ちょっと一つ武器使ってませんが、まあ、とりあえずね、全体的に使いまして、どんな感じかね、やっていきました。まあ呪いというね、明らかにこのキャラ向きの、まあ、武器ですけど、能力追加されて触手が出てきて、で船が出てきて戦えると。